きびだんごなかったよ。確かに今日ひな祭りなの。暗いね。エリア大きくない。うん、確かにちょっと大きい。美味しいだった、これ美味しすぎてびっくり。なんかさ、なんか美味しくないのかなって、匂い開けた時ね、なんかそんなに好きじゃない匂いがしたんだけど、食べ始めたらめっちゃ美味しかった。うん、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいですよ。お茶、お茶飲もう。めっちゃ美味しい。何この、これめっちゃうまいんだけど。え、今日さ、めっちゃさ、メイクめっちゃ良かったんだけど、なんか全然今日写真撮らんくって、翔さんと喋りたいがためなんかめっちゃ全然写真撮らんかったんだよね。翔さんと喋りたくて喋りたくて、ハスの写真買いすぎ、本当ありがとう。やった、あれさ結婚して送ってきてたよね、ありがとう。だけど結婚しないよ。ありがとう。ほゆさんありがとう、コンペットディオストラさんありがとう、コンペットさっきやった、ありがとう、麦茶さん誰もありがとう、ディーカ結婚して、結婚しません、ごめんなさい、しないですありがとう。でもひろしさんありがとう、あとハンカさんありがとう、あとグーグーありがとう、タナタナさんコンペットありがとう、猫結婚して送ってきてるけど、しないから、しないだから、しないだから、しないんだしん、ありがとう。福太郎さん疲れありがとう、ゆえさんありがとう、たなたさんありがとう、お小平さん素敵って、 X ちっちゃい X に1個あるのが非常にガツくなんで
ねえさん返事待ち、何の返事待ち、タラタラさんありがとう、サナさんラビュー、ヒーの X のフォローお願いします、ポスター見た、見た記憶、 X のメイクバリカーって本当、今日めっちゃメイクうまくいったんだけど、やっぱショールームで伝わんないのかーなしーって感じ。うん。明日こそ私は皮膚科に行くことに決めました。昨日ね、私さ、これ買ってみたんよ。で、今日から飲むことにした。ちょっと、なんか本当にビタミン C とか大事なのかなーと思って。20日分だけ買ってきた。でもどうせ明日引っかいくからあれだけど、なんかこういうのなんか美意識上がんのかなと思って飲むだけで。カプセル飲めないんだけどさ、飲んだことは1回ぐらいしかないけど飲めるかな、これ。しんさんありがとう、ありがとう、つなまさかわいい、ありがとう、つなまさ結婚してありがとう、しないけどね、しないよ、本当にしないから。さらまさんお疲れ、ありがとう、ラビュー。とまいきさん、だるまありがとう、かすけさん、ラビューグリーン、ありがとう、コンペット、えちさんありがとう、とまいきさんとありがとう、グリーンありがとう、グリーンありがとう、みさみさひーちゃんかわいい、ほんとほんとに、みーさみさん、たかちゃんさんありがとう、最近シーセン伸びまくって、えシーセン伸びまくってんの、え、これのもう一個いいバージョンだよね、美意識高っ、マジか、じゃあ私も飲むね、美意識高いな、私も飲みますわ、もう皮膚科とかに行っちゃって美意識高めにしちゃうね、響き、え、こういう薬さ飲むの怖くて今まで、そうでもちょっと飲んでみちゃおうと思って、な、みしめさんやってくださいの、お返事待ちです、え、なりませんよそれ、そう効果ある、効果あるの、世界ホワイトデイキャンペーン始まる気ヒート、え、でもあのホワイトデイキャンペーンやりたい、私やりたいなって思ってる、ホワイトデイキャンペーンやりたいかも、普通にやりたい、私やりたいな、ホイユーズありがとう、猫あとありがとう、しげさん、ナビトゥイさんありがとう、コンペット、ヒーと結婚してる人はもう日程、いやいやいや、今日も帰ってきました、ゆういちさんがさ、もうなんかもう当てすぎて、ちょっとあのなんだろう、当てすぎてて、お天才かってなりました、あれが過去一、あの私がもうなんだっけ、一番過去一じゃないわ、今日一びっくりしたことだった、そう、びっくりしすぎたわ、本当に当たりすぎてて、でもそうならないように頑張るねーって、天才かと思っちゃった、たまきさんかわいい、ありがとう、ひーちゃんラビューの声好き、好きなの、ひーちゃんラビュー、ラビュー、ごめん、あれ C 線って瓶のジュース、え、何瓶のジュースって初めて聞いた、何 C線のジュースとかあるの、初耳、てかメール送ろうと思ったらさ時間過ぎててびっくり、そんなのあるのジュースって、あーね、あーこれね、これね、これ一回飲んだことあるよ、これ美味しい、彼女は本当にとても可愛いです、ありがとう、いや話し帰りが、いやいやいや来てないじゃん、来てないよね、クミのサプリ食べてます、え、あれいいの、名前が見ないとかわいい、ありがとう、今日の配信はさっき決戦しか見てません、さっき決戦見たのね、一応聞かなかったことにしておきますまあ当てたのゆういちさんだからね、すごいと思いました、本当に、まあまあでもね、そうならないように頑張り、まあ、響きの目安の話だけどね、まあ、目安だから本当変わるよ、でいい、カズさんこんばんは、一番は取られたの今までありがとう、どういうこと、一番は取られたあれか、結婚してかな、キレートレモンとかね、キレートレモン美味しいよね、メロンジュース、こんばんは、
いびきお疲れ、ありがとう、ありがとう、仕事中なのね、ラビュー、ラビュー、かわいいさん、ありがとう、ルパンさん、お疲れ様、お疲れ様、くちゃんさん、ラビュー、みぎっちゃんさん、お話しありがとう、こちらこそありがとう、もっと喋りたかったわ、もうちょっと、でもびっくりした、本当に、あれ、あれみたいな、あれって、そう、びっくらぽんでしたわ、ね、楽しみに。楽しみにしますよ、会えるの。服かわいいやん、ほんと？これ、この服結構お気に入り、この服お気に入りなんですよ。てってて、ベイツさん、ありがとう、よくかわいいでしょ、うん、これかわいいんですよ。清楚かに、え、清楚だから、響き。ベイツさん、ありがとう、アキちゃん、コンベット、ありがとう。今、トースキョーガガリスコレクション、ねえ、推しポストしますけど、ありがとう、してくださいね、TGC は響きの夢なんですよね、結構。ファッションショーは本当に響きの夢。何の一番かわからんのかい。カフェさん、ありがとう。みきお先生、ラビュー。今日みたいな役めっちゃお似合い、本当。みんな女の子っぽいさ、洋服が好きなの？響きは、ね、響きさ、高校とか中学校、くらいまではなんか女の子っぽい服をよく着てたんですね。そう、でもなんか系統って変わっていくよね、どんどん。ダースさん、ラビュー。リーチさん、ラビュー、いいやん、ラビュー。そう、昨日クラブのライブ行って、なんて、い、見て、もう目が、なんだって、なんだって、どういうこと、どういうこと。さしすせしさん、あんた、ありがとう。あきじさん、あんた、ありがとう、ありがとう。リオストラさん、ちょっと読めないかも、英語が。TG な、見た、見たよ、めっちゃよかった。めっちゃさ、もうしーちゃんがさ、めっちゃ可愛かった。とランちゃんの可愛さがえぐくて、そう、あとはてかみんな可愛くてびっくり、みんな可愛かった、ほんとに。うん、ちょっと名前忘れた、あれを、あ、すーちゃん、すーちゃんも可愛すぎてびっくりで、しーちゃんの細さがびっくりですね。いい意味でおしゃれすぎず、ラフすぎず、自然体ひーちゃん。確かに、くもちゃん、ラビュー。ファッション雑誌何読んでるかで何系の子か判断します。ファッション雑誌は読んでませんね今。タコタンさん、ラビュー。金髪ごくの可愛すぎるかもね、可愛かったよね、ほんとみんな可愛かった。実は私は日本人でなくインドネシア出身です。なんか前言っとらんかったっけ、そんなこと。ひーちゃんにあんまり女の子らしい服のイメージないです。そうなん、前まではすごい女の子らしいあれだった。でも結構私服とかガチのなんかスカート短いスカート履いていいとかだったらめっちゃ女の子っぽい服装はしてるんですよ、したいんですよ。まあ昇格したらかなって感じ。昇格したら女の子っぽい服装ができる気がする。めっちゃ私さ、なんか持ってる服がさ短いスカートが多くて、短いスカートとズボンが多いんですよ。だからあんまり長いスカートとか持ってなくて、でワンピースも短い縦、短い長さしかないから、そう、なんか女の子っぽいなんだっけ、長いスカートとかあんま持ってないからさ、女の子っぽい服装ができないんだよ。そう、だからなんかちょっとね、時々女の子っぽい時もあるけど、ジーンズとかスラックスとかそういうちょっとかっこいい系じゃないけど、ちょっと女の子とはかけ離れちゃう。ひーちゃん美脚じゃないからやめて、美脚じゃないから普通に。何スタイル好きだよ、何スタイル、どのスタイル欲しいなっちゃって、短いの、そう短いの結構ある、短いの好きなんだよね。別に前に投稿したジェッパー似合ってる、ほんと？
クリア茶色の革のスカートで自分がしっくりきそう。そうでもない。革はねそんなにかな。どうだろう。ほんと前は本当に女の子らしい服装たくさんしてたんだけど、で今でもね女の子らしい服装って好きだよ。自分もガースコレクションしていいでお願いしようね。ありがとう、嬉しい。ナポリンさんラビュー、くんさんラビュー。そうめっちゃね、てかね、チョウさんと遊びに行く約束したんですよ今日。そう嬉しいよね、めっちゃ嬉しい。遊びに行く約束して日を決めたんですけど、なんか今のとこ日決めたんだけど、その日が絶対に多分無理になりそうなんですよね。だから悲しくてちょっと、そうなんですよ。レッスンが入る予定が入るかも、普通にその率が高くて、そう悲しいんですよ。まあわかんないけど、そう。ナザナビュー君、ザナビュー美脚で給湯陣って聞いたことありますよ。え、聞いてない、自分が言い出したんじゃん。近いスカートって膝上何センチですか。うん、スカートによりますね。そんな短くない。かっちゃんさんすごいね、いいジャムネル向きの可愛いさやから待ってます。いやモデルさんとかしたいですけどね。マジで嬉しい、チョウさんと遊ぶ約束できたのが嬉しいです。レッスン大事。そうサーカリンさんはね、約束はねまだ日にちとかは決めてないんだよね。そうそう、まあ福岡の近っ端とかがあるから、その時あ言ってよ言ってよ言って絶対取れなかった、絶対取れなかったよね、それね、取れなかったよね今のうん、タンタン拍子。そう千代さん、そう本当に痩せませんかって言って、そしたら日一どうなるどうみたいな。ギャルのライン目指してね、ギャルのライン目指してますよ。ありがとうございます、エスティーズ、ありがとう、ありーって、ありがとう、ありぎゃ、ありぎゃーとう、ありー、ありぎゃーとう。なかなか気づかないメンバー、確かに気づかないよね。また気づかないですよー。ああああああ、ジェリー26さんラビュー、テレテーバタフライ資格しないと連絡が面倒。そうそうそうなんよ、キューピッドしてもらわなきゃいけないから、マネージャーさんに。そうキューピッドしてもらうか、会った時にもうその日にバーって決めちゃうかとか、なので結構めんどくさいんですよね。それが本当に嫌だ。昨日宿舎のセル忘れた、今のセル乗せて乗せて、はい時間はエンビー、そういいよねめっちゃね。ジェリー26さんあとありがとう。オーディションだったじゃんね。うん、明日に近いよ、本当嬉しい。ジェリー26さんあとありがとう。ありありあり、なんかおもろいんだけど、私が専門学校の時に専門学校の時にさ修学旅行みたいなやつがあったんですけど、その時に食べたお弁当が、見てこのタコさん、タコさんウインナーに顔がなんかついてて、なんか写真撮ってるおもろおもろ、こういうの使えるかもしんない。めっちゃ久しぶりにアバター変えた。懐かしい、懐かしいね、ありがとう。握手会の握手会の釣り方とか聞きましょう。どういうことどういうこと、チョウさんに消せ入れる消せるやん。そう結構あるよ。シャムさんランビュー、てるてるくんずかまー、チョウさんと同じ立ち位置に、ほくろ同じ位置にほくろあります。そうなの、猫が、私はないけど
そうなの？グマネパパ、おかまわ、よいしょ、笑ってる。グマネパパ、ありがとう。コンペーター、あきちさんと、ありがとう。ねえ、そのタコさんいいのに顔は。ねえ、そうだよね、おもろいよね、これ。なんか今写真見てたら出てきましたわ。マリオのさ、ハンバーガー食べたんですよね、この時。めっちゃ美味しそう。マリオ美味しそうじゃん。この時が初めてユヌパに行った日で、で、あのちょっと天気悪いみたいですね。もえちゃんさんとナーミョンが出かけた話を聞いた時に、なになに、ももさん、ね、ももさん可愛いよね。今日休みですかでトーク入ってきたし、あー確かにそういう人ね多い気がする。私なら、なんていうかな、なんていうかな、スカメ女なんや。まあ確かにそうなんよ。ゆきちゃん、マラソンやってみない？どういうこと？どういうこと？マラソンやってみないよ。前私は長距離好きだったけど、今はもう走れませんか。インドネシアでは毎日雨が降り、毎日雨は、雨はちょっと嫌かも。ちょっと雨、毎日はちょっと厳しいかもしれない。ゆうべちさん、ラピュー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 。連絡するのがマネージャーさん系。そう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 、そうだよ。ミニチカップバサイの立ち位置どこら辺が多いのか。チカッパ、チカッパの方か。チカッパの方はね、ちょっと待ってね。チカッパの方は、え？9だっけ、チカッパが。ちょっといろいろありすぎて、ちょっとどれだっけ。チカッパが、あ、2日目 ?10 日か。9が惜しいだもんね。10日は、10日のミニチカッパ祭は、え、どっちが多いだろう。ちょっと待ってね。ミニチカッパ祭はどっちの方が多いんだろう。あのね、ミニチカッパ祭はどっちもある。全然どっちもある。なんか結構あれかも、なんだっけ、同じぐらいある気がする。うん、どっちにも行くって感じかな。だからどっちがいいとかは言えんかも。これはどっちも、どっちもあるね。どっちでも全然見える気がする。うん、どっちでも見えると思うな、これ。でもどうだろう、どあ、でもどっちかっていうと、うん、右、響き、ステージが響きから見ると右の方が多い気がするかな。ステージ側すると、反対から、お客さん側から、お客さん側から見ると左が多いかな。両方行くのがおすすめか。え、両方行くのがおすすめかも。うん、歌もね違うから、全部が違うかって言われたら別だけど、うん、本当にどっちもいるよ。どっちもいる、結構。しかも6人だからね、結構見やすい。すごく寒いけど、日本寒い。え、寒いよね。寒い。え、待っていたよね、さん、ありがとう。いや、嵐からありがとうね、パスタ見たけど、年前日が可愛すぎて。いや、本当可愛い。あり。しんいちさん、ありがとう。H さん、ありがとう。こないだとコンペイト、ありがとう。ありがとう、H さん。誰もありがとう、ありがとう。二つじゃ三期で一番、ねえ、ありそうなの誰？え、わかんない。そういうのしたことないしな。うん、私かな、じゃあ。H、ありがとう。長すぎない？おじいちゃん。
猫ありがとう。だるまおばさんが最初からちょっと見ね決まっちゃいましたね。悲しい本当に。この前の舞台公演にひーちゃんのことが気になり始めたんだけど、これって好きになったのかな。え、なったんだよ。冬淵さんでも来てるよね。結構気づいてますよ。名札いつもしてるから嬉しい。気になって、私を気になってください。行かないけど、あの会場広そうね。 HKT も使ったことがね。どっちの方が大きいんだっけ。多分Q の方が少し広いですね。冬淵さん、ありがとう。なおさら推薦しちゃうじゃん。推薦してくださいよーで、うらららららら、ね、全然ね、近っぱ。おしゃ、おし、楽しみですね。近っぱ祭楽しみですね。本当に本当に楽しみ。緊張するけどね、マジで。頑張っていいちゃん見つけます。え、普通にわかると思うよ。めっちゃわかりやすい気がする。髪短いし、響きだけ、あの多分髪の毛も特にできないからわかりやすいはずだよ。見つけてね。一番最初の近っぽさ行った記憶。そうなの。来てよね、ちょっと本当に楽しみ。シャレちゃんだったこんばんは。チカポス行ったことないよ私。見るお肉さん、ラビューポス、よろしくお願いします。かやまちさん、ありがとう。ひな祭り。りけんげさん、レイモスさん、ありがとう。ここは両方行かないって選択肢もあるのに、ないし。かやまちさん、コンベット、ありがとう。ランプ、ありがとう。英語読めない、ペンしか読めない。カメちゃん、ラビューでございます。マッスルですよね。ひなあられ食べた。食べてない。ひな祭り今日買おうと思ったんですよ。ひな祭りにまつわったものをね、普通に忘れてました。ずっとスマイルして歌ってるのがひーちゃん。確かに。でもちゃんとスマイルしてないやつも頑張ります。今回スマイルしてないやつあるかな。くちゃんさん、ラビュー。インドネシアでは雨が降った時、気温23度。あったかいね。でも卒業後さんと引きね、決まりましたね。もうみんな4月に。悲しい。ぴょんぴょん、これ響き可愛いかもしんない。可愛いかもしれない。バチバチに仕事に行けない。あ、そうだったの。頑張ってね、お仕事。ファイティン、お仕事。仕事頑張って。それはさっき押した時から行くの見てる、メッセージ見て参加してくれ。あ、そうなの。ついて、まあ桃カステラでしょ。わかんない、初めて聞いたよ。桃カステラを食べたことないかも。私食べたことがないかもしれない。さっき仕事が帰ってきたよ。ひーちゃん、お話がお疲れ様。お疲れ様。お仕事遅くまでお疲れ様。日本はとても寒い。いや寒いです、本当に寒いよ。コメントしたな、ビュー。いや、なにじゃじゃじゃん、ちち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 バッタモンカ。バッタモンカって何。バッタモンカ、お菓子たら室に4とかで売ってる。そうなんだ。私あんまりカステラ食べれないからな。ケニー、ラビュー。私スポンジがね食べれないんですよ。そうなんだよね。ラビュー。ツツツルルンフフ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 フ
何けざわなんとかねって何ですかその漢字読めない。カリさんビューヒーちゃん手作りオムライスはまだなまだです。手作りオムライスはね何回も作ったことあるよ。最近作ってないの。そういえば今日食べましたから。この間もねお弁当で食べたから。明日は日の祭り食べる激甘かせ。あーじゃあ食べれないですわ激甘は。 INZ さんありがとうありがとう。読めないな英語が。毛沢東、毛沢東って読むの。ケニーありがとう。ランプありがとう。明日が明日の仕事がん明日の休みが仕事に。うわ最悪。明後日の仕事の休みが休み変更あね。でもさお休みって分かってたやつがお仕事入るとちょっと悲しいよね。生クリームだろ。そう生クリームダメ。食べれないことはないけど一口だったら。そう、リアサナビュー。自分はまだ飲んでないけど。ヒエスタバ飲んでない。そんな毎回ねスタバの新作飲まない。抹茶といちごぐらいしか飲まないか。抹茶といちごとメロンしか飲まない新作は。羽山さんラビュー。私うん終わった。えブームは終わってはないんじゃない。私の日先のブームはね、なんかな。ちちこんばんは。雨が降ると洪水が一番怖い。あ怖いねそれは。ちち決めるね。ちかぽさやぽせりさんにひーちゃんは稼げない広島仕事頑張ります。え来ないの来ないの。ひびきのところへ来てくださいよって。うわさラビューにするもんとかそんな。ああそうなんだ。ひーちゃん今日は白一色。うんグレーだよ。グレーのズボン入ってます。じゃあスイパラ行った時何食べてたの。そううどんとスパゲティとポテトとフルーツとアイスとカレーですね。あと抹茶のムースかな。うんスイーツあんま食べないんですよ。そうなんよ。ひちゃかわいいありがとう。バッタンは叩かないでほしい。あそうなんだ。バッタンって八幡屋さん誰もありがとう。いや家の返し見に来てありがとう。誰かこの妹気になって何それ妹って。あかりと23話し会カードします。嬉しい来てくれるの。嬉しいたんだね。来てね待ってるね。ルパさんケーキ食べなよ。食べる。食べないんだよね。時々食べようかなと思うんだけど。土日今日も仕事。そうなの。つうかめっちゃ食べてる草。だって食べ放題だもん。食べないと。しょんちゃんラビューラビュー。シーパラのさポテトが好きすぎる。美味しいマジで。無限に食べれますわね。ポテト大好きなんだよね。ハイエースハートありがとうありがとう。今日ねアイラインいつも垂れ下がってるんだよアイラインね。そうでもちょっとこう流しにしました今日。確かにケータリングがどんどん充実してる。うん美味しい。今日のいちごとかめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったよ。そしたらお化けシャイニングカザこんばんは。こんばんはでございます。ててでじゃん。いいし。じゃんじゃん。しかし白ではポテト頼む。頼みます当たり前。しよいけど直接まかりますご安全。確かに好きになっちゃう。好きじゃないのもともと。あれあれりってあれりってあれあれりってじゃん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 
それはさ、ポテトとか頼んじゃいますよね。で、頼みまくりますよ。アバターってどうやってもらえるの、これ。どうやってもらえるの？アバター。欲しいんだけど、アバター、しっとりヘア、ありがとう。今日のメイクでさらに好きなやつ、ほんと？ナスさん、素敵。主敵。ね、アバターってどうやってもらうの、これ。ん、どうやってもらうの？ギフト送ればいけるよ。え、ギフト。ギフトって何？キラキラ？キラキラでもいいの？じゃあ今キラキラ送っちゃおう。え？何これ、キラキラじゃダメなやつ。あ、いけるらしい。いける？最近よく歌う鼻歌教えてください。鼻歌？なんかな、何歌ってるだろう。あ、あれかな、あの春夏秋冬を結構鼻歌してるかもしれない。キラキラだよい。え、でキラキラ送ったんだけどさ、これどうやってもらうの、わかんない。キラキラでいい。あ、天才だね、みんなありがとう、教えてくれて。着替えるとこで確認してると着替えるね。じゃあゆうき今言うなんだからさ、言うなん、どこだっけ、マイページ、アバターを着替えか。あれ、あ、もらえた。あ、着替えました、浜田ひびき。ひーちゃん着替えました今。あ、ありがとうございます、皆さんのおかげでもらえました。うっふーって感じ、うっふーって、嬉しい、嬉しいすぎ、嬉しい、嬉しい、嬉しいタン、嬉しいですね。なんで響き言うナンバーターやね、意味わからんんだけど。うーん、素敵なあの街、最近君を泣かすから。響きも好き、めっちゃ好き、めっちゃいいよね。印象には入れないな、人間だからね、たまには違うものも食べたい ね、めっちゃいいよね、ほんとに。これ私自分で着替えてるね。ごきげんよう、ストラセイさん、ありがとう、コンペイト、ありがとう、みんな教えてくれて。着替えましたわ、じゃあいいですね。さくまるさん、こんばんは、こんばんは、ごきげんよう、見てみて、私がこれ結果のイヤーガフつけてます。まあ結構つけてるんですけど、チャンチャチャーン、めっちゃいい曲ね、めっちゃいいよね。ひびきの日記の最近ハマってる曲何かな。あ、高嶺のなでしこさんのさ、美しく生きろってさ、今日初めて聞いたんですけど、めっちゃ良かった。羽生さんがさ、曲あれしてるって聞いて、聞いたら、わ、確かにと思って、めっちゃよかった。そう、めっちゃいいよね。で、あと私は今あの桜坂さんの歌結構好きなんですけど、結構前も好きだったんだけどさ、マジいいよね、本当にいい、めっちゃ好きですよ、めっちゃいい、本当に。ドリアン少年、キヤビのおはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK、 金曜日は頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね、ズズ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 ズ、8時0分2車両目、お気に入りの特等席、
隣の人眠そうですね、そんな日常。え、私小6の時に踊ったんですよ。そう金曜日のおはよう、懐かしい、めっちゃ懐かしい。金曜日のおはようめっちゃ踊って、そう練習したんですよ。そういえば金のプレイリスト、あー確かにプレイリストね、微妙い気がするんだよね。送りたいんだけどね。そう送りたいんだけどね。金曜日のおはよう懐かしいよ、懐かしい。化粧スピリット、え、あれあれかな、待って待って、ちょっと待ってね。わかるわかる、配給だもんね、しかも配給だもんね、しかもね、ほんまにそれないいよね、マジで最強すぎです、マジで最強。いきゃあ、私もプレイリスト入ってるよ、うんうんうん、入ってるわこれ。いやいいね、マジでいいよね、ガチガチ、マジわかる。うんうん、埴輪町さんいいよね、生息性、自分のアバター作れ、頑張って千日行きたいと思います。わさありがとう、ドルマ結構ガッツリ来て嬉しいだけ、本当。キヤビのおはようさ、めっちゃ踊ってた、本当に踊ってた。ハニは本当に小学校の頃大好きだったからさ、小6ってつい最近、全然最近じゃないよ、全く最近じゃないよ。ひろしさんコメントありがとうね。ちょっと待ってね、あれあれ、あちょっとよいしょ、頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね、レテルル、よいしょ、おいとととと、とあれあれあれ、もうてってんてん、え、私さ、イヤホンさ、あれ響き帰ってきてソファーの上に置いた記憶しかないんだけど、じゃあこっちのもう一個のイヤホンかな、うんうんうん、いいね。プレッションスは満足しましたか？満足しません、全く全くです。おはようのリションして、髪型もパッチオッケー、金曜日は頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね、ずずりず、懐かしいですわ本当に、ずず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 てるてる、車両名気に入り、わあこれちゃんと踊ってみたいですね。あぐにあんたありがとう、しおりさんキラキラありがとう、ありがとう。背景の主題歌好きな曲多い、わかる、ちょっとそれは入ってないか、最近何も音楽聴かなくて聞いて、あいまりさんかぼせ、あしそうなんだ、この日将来が暗くしたら私になるよ、確かに伝えないで、髪の毛ウッディウッディだって、オイルつけてるもん、ロックオイルをつけております。クテリクマさんこんにちは、イヤホンどこ行った、散らしたなかったです。エアポッツめっちゃいいなと思ってた、え、エアポッツあるよ、エアポッツ本当にいいよ、マジで本当にエアポッツ大好き、ちょっと待ってね、
エアポッツじゃないよ、これ。エアポッツじゃないけど。本当にいいよ、これ。今充電ないけど。これいいよね、本当に。充電ないけど。最高です、これ。充電ないのでならないですけど。最高でございますよ。リベさん、かまー、呼んでみなよ。呼んでも見ません。壁は見た目と対照的に背高いから驚く。驚く。確かによく言われます。はい、テレさん、ガベタありがとう。平石育成計画。いや、入ってるよ。タカちゃん、ありがとう。ガベタ。ナッツ、アニマルさん、曲。高校の時よく聞いてた。ねえ。振り起こし始めた。ね、本当にあのなんだっけ、世界なんだっけ、忘れた。あ、世界は恋に落ちているとかめっちゃ好き。スマホ SN ゆたりやつしかいてやばすぎ、面白いね。それはそれでいいね。人のせいさん、ありがとう。時期サナビは最近ステイしか聞いてない。いいじゃん、ステイめっちゃいいよね。ファユさん、ありがとう。時期サナビューラビュー気取っとる。ギオ花、何それ、どういうこと。なんとかストーリー決めたことある。今日の足かありがとう。しきさん逆でありがとう。充電ないよ。ヒカルさん、ほら踊ってはないけ。サンライファナミー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 ベイビー、やってばああああ広げてあああああ。めっちゃ歌ってたよ。ヘッドホンしてね、いいよね。チェッチコンベタありがとう。あとありがとう。シンガくんさん、あとありがとう。あのありがとう。ハイキューは一番最初の4次連勝が好き。私も好きだよ。でも私が好きなのはあれです。ちょっと待って、英語が出るコン。シーズン1じゃん、シーズン2のやつが好き。シーズン2のね、あれが好きだよ。ちょっと待って、うん、人気はあれ、あれどれだ、あれが一番好きなんだけど、うん、ゆびきが一番好きなやつ、あ、これだ。FL 何、読めないんだよね、英語読めないからさ。 FLYHIGH ってやつ。待って、うん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 、風と血と涙で光翼で、そう、あ、そうそうそう、テレテテ最果ての未来へ、傷だらけの鳥が空を歪んでる、テイク飛行する奴らが不思議な手が痛い、心を無にして、イマジネーションもいいよね、ほんと。スキマスイッチのやつ、それ。どれ、ルフライハイ。これスキマスイッチだっけ。でもさ、英語なんだよね。英語なんだよね、これ。合ってた？歌。今、ちょっと歌ったけど。合ってた？ってこと、サカサカのライブ行ってきて。いい？どういうこと？行ってきていいって。アンダーストーリーの中目線のやつ。男の子目線のやつ。見た？いいよな。新着さんに一番聞いて、聞いてください。クイちゃん、ザナビュー。住んで
場所はな、めっちゃ新地。あ、そうなの。すから君私、聞く私も。たかちゃんさん、コメントありがとう。カタカナ読めない、読めない。両曲、ほんまにそれな。あ、これ盛り上がりだね。最近アニメソングしか聞いてない。あ、そうなの。スキマスイッチ別に、そうね。今、りょうさんがひーちゃんでつぶやいて、嬉しい。ね。そうそう、壇上読み。ああ、確かに。本当だ。あと2分経ったら壇上読むわ。いつも早くて気まずい時間が多いですからね。あ、イエイ。あ、そっかそっかさ。あるね。背景の曲めっちゃあるやん。私は一番目にフライハイって読むのこれ。フライハイと、ね、2番目がイマジネーションかな。でも全部好きなんだよね。でも本当にフライハイが一番好きです。なんか爽快感があってめっちゃ一番好き。めっちゃ聞いてるもん。読めないけど。最近何見てる、何で見てる。私は D アニメで見てるよ。なに、地元のグループでしてよって言ったの好き。え、いいじゃん。レンジ、オレンジめっちゃいいよね。配給の今回の映画のやつも最強。マジ。フィーラディルフェアフリーズ。読めま、噛むか、読めません、まず。カタカナ苦手だから。カタカナ苦手なので、読めないです。まず、読めないです。光あれるるるるるる。いいよね、ハイキュー。マジ好き、ほんまに好き。ハイキュー大好き。かわいい、ありがとう。キュー好きし、このお絵描き。おもろいんだけど、それはちょっとおもろい。そして初めて出会ったかもしんない。もうハイキュー良すぎるよね。もう毎日ハイキュー見てるから。ハイキューは何回見ても面白くて、私は今白鳥沢とカラスノがね戦ってるさあシーズンを見てたんだけど、そう、一番最初のさ、ひなたのさ友達が来る場面があるじゃないですか。見た人わかると思うんだけど、来る見に来る時に、なんかわかる、見に来てみんなの反応がなんかうおーみたいな、びっくりする反応とかめっちゃ好きで、そういうのめっちゃ見ちゃう。そこがめっちゃ好きでね、毎回見ちゃうんだよね。そう、ひなとか成長してるみたいな、すげーみたいな、そういう感動が湧き起こる時がめっちゃ好きなんですよ。お次、配給見る約束まだできてません。見てください。あ、じゃあ57分になったので壇上見ます。では13位ザッキー、12位ホーユーさん、11位オグリン、10位クマネパパ、9位タナタナさん、8位ヒロシさん、7位青木地さん、6位森健銀河さん、5位瀬戸野誠二さん、4位保安官さん、3位角真由さん、2位シティユヒーさん、1位はドゥドゥンドゥドゥン小山内さんです。ありがとうございました。ありがとう、皆さんありがとうございました。ほら言って、ほらもう1分で終わっちゃった。ありがとう、みんな来てくれてありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。また明日お会いしましょう。てきひーちゃん漢字振り仮名考え、ちょっとね頑張りますね。本当に高菜姉が2番目見るの2番目の姉っぽいです。いやいや全然違うよ。ダナタナくんありがとう。ダナタナくんありがとう。ありがとう、お疲れ様、おやすみ。ありがとう、今日はお疲れ様でした。おやすみ、おやすみ。はい、やっとシーズン2まで見て、最高くー、最高すぎ。ありがとう、見てくれて。見て、これからもたくさん見て、ほんと面白いから、ばっかりで会いましょう、会いましょう。みんなありがとうね、ありがとう。じゃあ、あと1分は気まずあれかな。で好きやよ、で好き、大好きってこと、で好きやよ。あ、縮小してもいいよ。あ、でも漏れないかも今
んさん、配信ありがとう。こちらこそ、わいちゃんもみんな。まるちゃん、コメントありがとう。おやーって、おやー。おやすみなさい。おやすみ、みんな。おやすみね。おやすみ、おやすみ。おやすみ、みんぜみ。おやすみなさい。みんな、おやすみ、おやすみ。知られる前にまた会いに行きます。うん。前に来て、ほんと。ひちゃんの影背景見始めたから、最感謝。マジで面白い。面白いでしょ？最強だから見てください。ありがとう。おやすみ、みんな。